岡谷駅は、長野県岡谷市本町1丁目にある、東日本旅客鉄道中央本線の駅である。本校では、駅の南側にある、日本貨物鉄道のコンテナ集配基地の岡谷、オフレールステーションについても記述する。岡谷駅付近の路線図。塩尻駅までの営業キロはたつの経由で 27.7km、緑湖経由で 11.7km である。諏訪湖の西のほとりに位置し、古くは製糸業、現在では精密機械工業が盛んで、東洋のスイスとも呼ばれる岡谷市の中心駅である。標高は 766.2 メートル。南東には諏訪湖から唯一流れ出る川、天竜川の起点である。鎌口水門がある。当駅は中央本線の途中駅であったが、当駅塩尻間は大きく迂回するルートであったため、この間を通過する列車はかなり時間をかけて運行していた。しかし、時代の経過とともに旅客需要が増してきたため、それに対応すべく短絡線が検討され、1983年に全区間複線の塩冷トンネルが開通した。それによって、当駅塩尻間の所要時間が大幅に短縮されるとともに、新線と旧線の分岐駅となることとなった。現在定期運行の特急列車はすべて塩冷トンネル経由で運行されている。特急、あずさの一部が停車する。また快速、みすゞを含む飯田線のほとんどの列車が辰野駅から当駅まで乗り入れる。飯田線と旧線区間の当駅辰野間は一体となって、運行されているため、乗り換えなしで飯田方面に行くことができる。地上駅。駅舎に接したホームには、単式ホーム1線と、塩尻、辰野方に切り替き、ホームの0番線がある。その奥に島式ホーム1面2線があり、駅舎側より2番線、3番線となる。またこの他に留置線1線を有している。駅舎は、外壁を赤レンガ造り風にしたり、クラシック調の窓枠や内壁や天井などの塗り替えを行うことで、1952年に竣工したコンクリート作りの平屋建ての外観や内装などを改装したものである。二つのホームは改札を入って右側の地下道で結ばれている。改札口は一番線に接する一つしか設けられておらず、駅の南側に出るには駅舎を出て右側にある南北を連絡する跨線橋を利用することになる。単式ホーム上地下道で入り口付近にはトイレがある。塩冷トンネル開通時に、飯田線直通の急行列車が当駅を経由するようになり、分割並結する設備が必要となったため、駅設備が拡張された。直営駅であり、管理駅として川岸駅を管理している。駅舎内部には、待合所、話せる指定席券売機、自動改札機、指定席券売機、自動券売機などのほかキオスクがある。また、岡谷市の物産などが陳列された棚もある。駅舎側から以下の通り。便宜上、中央本線辰野方面は飯田線に包括する。飯田線は 0.23 番線と時間によってホームが異なる。快速、みすゞは当駅2番線で方向転換し、飯田方面もしくは長野方面へ向かう。跨線橋から岡谷 ORS を望む。岡谷オフレールステーションは駅の南側にある JR 貨物のコンテナ集配基地。2019年3月時点では業態規模が見直され、岡谷新営業所を名乗っている。線路は敷設されていないため貨物駅ではなく、貨物列車の発着もない。現在は列車大体のトラック便が1日3往復。南松本駅との間に運行されている。取扱貨物はコンテナ貨物のみで12フィートコンテナを取り扱っている。1986年に駅での貨物取扱いが廃止され、代替として岡谷コンテナセンターが設置された。その後2006年の名称整理の際に岡谷オフレールステーションに改称したが、前述のように現在は岡谷新営業所に改称された。駅で貨物取扱いを行っていた当時は、ホーム南側に2面2線のコンテナホームが、駅舎東側に1面2線の有害車用、貨物ホームが設置されていた。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は3106人である。近年の推移は以下の通りである。駅周辺駅前広場は整備されており、バス、タクシーなどが発着する。駅前には大きな商業ビル、ララ岡屋があるが、2020年9月現在、2階は全面がイベントスペースとなり、3階は閉鎖され、1階も一部しかテナントが入っていない。なお、4階と屋上は駐車場となっている。2021年度中に解体される予定となっている。岡谷の市街地は当駅から北東方向に広がっている。駅のすぐ西側では、長野自動車道の岡谷高架橋が中央本線をまたいでおり、駅の南200メートルほどのところを流れる天竜川の対岸で中央自動車道と合流する岡谷ジャンクションが設けられている。天竜川に沿って700メートルほど東に諏訪湖がある。ありがとうございます。